その重弘も永井も今日はスターティングメンバーに名を連ねています。さあ選手が入場をしてきました。スプリントかけて森下、その森下だ、森下入ってきた、シュート、永井、もう一度マテウス狙ってきた、おゴラッソ、マテウス今シーズンの8点目。マテウスの左足が火を吹きました。1対0、前半の、まあ、ここでマテウスから森下のスルーパスが出た中で折り返しを永井が合わせましたけど、はい、まあ、この回収からこう自分で最終的にプレーを選択して、まあ、だいぶ距離ありましたけど、はい、まあ、マテウスらしい狙いすました。本当にこうコントロールショットで、まあ、本当にここしかないっていうコースを狙ってそれをしっかり体現しましたね。キーパーもこれ、あ、触ってますね。長いです。そして森下が追いかけていっていますが、このボールは鈴木収めて相馬が埋まった。相馬だ、まあ、回転をかけてファーサイド流し込むイメージだったと思いますけど、はい、まあ、少しそうですね、かかりきらなかったですね。あ、なるほど。杉本、大森、鹿沼です。さあチャンスになりそう。重弘、長い、重弘かわした、重弘にはなりましたけど、ここですよね、いいポジションで重弘が受けて長いの目のランニング、そして、まあ、鈴木優斗の、まあ、クリアがこう短くなったところで、はい、まあ、それを回収して、まあ、フリーな状況でしたが狙いすました形で丸山と並んでいます。ニアで触れるかというところでした。たところで枠を捉えることはできなかったですよね、はい、ここに中谷が入ってきました。長井いった、長井後ろから重弘、なんか難しかったと思いますから、はい、うまく重弘も合わせるっていうところまでは至らなかったですけど、はい、小川ですね。あ、そうですね、はい、先頭中にマテウス、さあレオナルドどうする、レオナルド一人で行くか、レオナルド、マテウスだ、マテウスかわして森下、ナイスカバー松本、まあ、ここでマテウスもシュートできましたけど、より確率の高い森下を選択した中で、森下もしっかりとした形で流し込んだ中で、はい、まあ、ここでカバー入った松本のナイスカバーになりましたね。いや、ゴンザレスキーパーランゲラックの正面でした。マテウス、先ほどのこれはゴンザレスのシュートシーンです。まあ、このファビアン、松本、ワンタッチ、大森、ゴンザレス、杉本入ってきた、落として右足、もう一度、いや、佐藤さん、まあ、ここで大外でポジションを取った杉本からいい形を折り返して、鈴木優斗、ね、まあのところはオフサイドではないと思いますけど、その後のこう、はい、ランゲラックのセーブの後の、まあ、跳ね返りのところのこの大堀の位置が、まあ、一つこう通ってほしいところにボールがなかなか通らないですよね、はい、ここで試合終了のホイッスルです。1対0、名古屋グランパスホームでジュビロ磐田を下しました。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube JLEAGUEInternational ด้วยนะครับ Like, subscribe, get push notifications. Like, subscribe, push notifications.